103号では引き続きミサイルポッドを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ05のフレームにパーツ06の内部部品をはめ込んで接着します。続けてフレームにパーツ07の内部部品をはめ込んで接着します。さらにフレームにパーツ09の内部部品をはめ込んで接着します。次にフレームにパーツ11の内部部品をはめ込んで接着します。次にフレームにパーツ10の内部部品をはめ込んで接着します。次にフレームに取り付ける向きに注意してパーツ08の内部部品をはめ込んで接着します。次にフレームに102号で組み立てたフレームをはめ込みパーツ18のネジ2本で固定します。次にフレームにパーツ01の隔壁を向きに注意してはめ込んで接着します。次にパーツ02の構造材のくぼみにパーツ17のワイヤー2本を構造材の間を通すようにして接着します。この時ワイヤーの長さが長く構造材からはみ出してしまう場合はニッパーなどで切り取ります。次にパーツ12のワイヤーコネクター2個をランナーから切り取りコネクターの穴にワイヤーをそれぞれ差し込んで接着します。次にワイヤーコネクターをパーツ14の構造材のくぼみに接着します。この時2個取り付けるのでくぼみの中にコネクターが2個並ぶように片方に寄せて接着します。次にワイヤーを構造材に沿って湾曲させ上側の構造材の溝に接着します。もう1本のワイヤーも同様にして構造材に接着します。
これで103号の作業は終了です。アシャ